ちょっとね、怪我をしているときは血まみれなんですけど、はい、目覚めまして、500ミリリットル血液抜かれます、毎回。特殊な血液なんで、これを武器にできますんで。それで抜かれるわけですね。はい、起きました。おはようございます。血液採取チェック、はい、でちょっと説明をしますね。このゲームは、ノーマン・リーダースさん演じるサム・ブリッジスをプレイヤーが操るゲームなんですけども、はい、カットシーンは当然ノーマンさんにサムを演じてもらいます。でゲーム中はどちらかというと自分なんで、はい、自分がサムでサムがノーマン、ゲームなんで、はい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 、なんでブツ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 、ノーマンというサムがブツブツ言うんですけど、それが、はい、プレイヤーとシンクロするようなことを言います、はいはい、でもやっぱり自分が操作してます。でここは違います。自分はカメラを操作します。なのでサム、ノーマンを見る、ちょっとギャルゲーみたいな、ノーマンあるいはサムと遊ぼうという、ここ休憩するとこなんで。なるほど、まあ、ストーリー、まあ、ちょっと進むところもありますけど、冒険中ここで休んでちょっとサムと遊ぼうと。なので自分は今プレイヤーはカメラを動かしてます。で今サムがシャワー浴びたい、行きたいって今やったんですか。入れてくれ、これ命令しないといけないんで彼は。なんでここは自分は魂というか彼を操作するんじゃなくてカメラを操作する、そういうところです。お分かりします。うわ、はい、ですごい。プログラムで、彼を見たりすると、はい、結構いろんなことをリアクションをしてくれます。例えばズームします。はい、ものすごい数のモーションを撮ってますんで。これだからノーマン自身やってるんですか。そうですね。で、これはパフォーマンスキャプチャーで、はい、ノーマンと僕でアイデア出しをして、もう脳みそ焼けるぐらいまで撮りましたんで。いや、なんかやりそうな動きですよね、はい、どちらかというとですね、クールな役柄なんですけど、ここはあんまり皆さんが見たこともないノーマンのキュートなところを、まあ、見ることができる、はい、例えば足元をズームします。まあ、リズムを取ったりとかですね。ものすごく仕掛けがあるので、ゆっくり楽しんでいただいていいんですけど、例えば股間をズームする。これももう一回しましょうか。もう一回ズームする。はい。ちょっとまあサムちょっとねやめてくれと。怒った顔しますね。はい、なんかどうですか。あ、シャワー入れてくれ言ってますけど。本当だ。はい、お願いしますね。でもう一回ちょっとズームします。はい、で本当はですねここで中指を立てるんですけど、今日は東京ゲームショウなんで、はい、帰省してます、はい、お気遣いありがとうございます、はいはいはい、もう一回行くと、まあこういうことはあるんでですね、ここはプレイヤーはカメラを動かすというモードですね。で、いろんな設備がありますんで、ちょっと紹介、ちょっと洗面台行ってくれって言うんで行きましょう。コマンドです。洗面台を押すと、はいはい、サムが行って洗面台で、ここはですねいろんなモーションを仕組んでおりますので、アナログスティックで倒すとそれが出ます、顔を洗う、ちょっと顔を洗いますね。洗いました。お、顔洗いました、はい、なかなかね、じゃあちょっと違うなんかモーション。あ、ちょんで、はい、これですね。何何？シャッターを押せるんで、好きなサム、好きなノーマンの顔をここで撮ると。で、ここに右下に出てるのはそのプレイヤーのような状況なんですけど、これによっていいねの数が変わります。はい、で戻してください。はい。今何いいねですか？39いいね。結構いい数字ですね。ちょっともういろいろしましょうか。もうちょっと、おお、で押して、後頭部も取れるとこれはノーマンのアドリブで、なんかよくわからないんですけどアドリブでこの動きはこうセットを作って、ずっと朝から晩までこればっかり僕ら二人でやってます。はい、はい、ちょっとは、はい、でこれがいいねが1、あ、まあ、
ね、あんまり良くない顔が映ってなかったから、はいはい、ちょっと戻りましょうか。このようにここはあの旅で疲れた、プレイヤーとサムを癒すところです。癒されますね、はい、これはで、まあ、さっきからシャワーを浴びたいと、うんうん、ウインクしましたね。ウインクしてくださ い, こう見てると何かしてくれますはい、であのシャワーはこの間浴びましたんで、はい、その下にあのユニットバスと一緒なんでトイレがついてます。であのシャワーはこの間見られた方いますけど、体にあのステンシルっていうのついてますよね、うん、あれ死者の手形なんで、はい、ゲームオーバーというかあの、ボイドアウトするとあのユニット帰ってくるんですけど、はい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 、その数がつくのでプレイヤーによって変わります。はい、じゃあちょっとトイレ行きましょう。小さい方ですね、はい、これあの膀胱に溜まってる溜まってないであの量が変わります。はい、びっくりした。これねちょっと今赤いじゃないですか、はい、これ武器になるんですけど、これは血尿です。血尿でものすごい疲れてると血尿、これレアでんですけど、レアレアなんですか今の、はい、まあ、昔僕はあの血尿出てましたから何の話ですか上から大丈夫ですか、上から下から出てましたあのこれですね、サムは、はい、特殊な体液を持ってるのであの世に行って帰ってこれるので、はい、彼の老廃物とか体液とか全部武器になるんです。なんでシャワー浴びる おしっこするとかすると全部それが武器になります。でさっき出たやつは特に血尿なんで、はい、強力な武器です。はい、いやじゃあ次ちょっとまあ大きい方行ってみましょう。言葉を失います。これもあのお腹溜まってないと出ませんので。はい、あこれライドとのコラボで本当だ、はい、バイクの音が本当だ、はい、あちゃんと消音してくれるんですね。そうですね。でこれは4本出ました。結構溜まってたんですけど、これもキャッチャーゲイザーに効きます。へー、なんでここで出た武器はあのプライベートボックスに入ってますので、はい、自動的になかなか微妙な心境ですよね、はい、そういったものを持ち運んで、ですね、あの彼本当にあの珍しい体質なんです、はい、でその彼の血液とか体液が、BT に効くっていうのは分かってきて、そこで、まあ、それを手にして戦う。でちょっとさっき行きましょうか。あの傘みたいなのがありますけど、これはあんまり詳しく言えませんけど、これはいわゆる、何でしょうね、ファストトラベル、あのオープンワールドである、これで行くとちょっと行けたりするんですけど、あんまり詳しくは分かりました。はい、で、見ますね。あサムもちょっと 見ようって言ってますけど、これあの、装備棚ですね。で自分が持ってる武器装備、あるいは作れる変えられるプリンターで作れる武器装備は並ぶようになってます。今全然持ってないんで、これずら最終的にはずらっと並びます。なるほど、はい、なるほど。そうです。あで、あの背中にこのアンダーウェアというかベスト着、これアクロニウムさん、エルロさん、あのエルロさんにあのデザインしてもらった、はい、かっこいいですよね、はい、これがそうなんですけど、はい、じゃあちょっと武器棚行きましょうか。でまあ左の方から、まあ全然ないです。ないですね。下にちょっとズームして、これ回転、はい、いろんな、これあのグレネードですね、うんうん、はい、まあこれはミュールとか、テロリストとか、まあ使ってもいいですよと、はい、で真ん中がこれが血液グレネード、あサムの血を使ったやつですね。これでゲイザーキャッチャーをまあなんか戦ったりできる、さっきのですね、はい、そうですね、はい、はあ、はあ、あ、はいはい、で右のやつがさっきのですね、シャワーを浴びた後とかに作られる、あこれがそうです。これ血尿が入ってます。説明が書いてありますね、はい、わー、見たい、はいはい、ちょっと引いて、で、ちょっとまだあんまり武器はないので、一番上の白いやつ、これが、木曜日にキャッチャーを最後倒したハンドガン、はいはいはい、で真ん中がミュールとかゲイザーを縛ったボーラガン、紐が出るやつですね。よく見るとこういうデザインなんですね、はいはい、で、一番下がアサルトライフルで、まあ、これはまあテロリスト、ミュールとか、まあ、使っても使わなくてもいいっていう。で、武器なんですけど全部オレンジ、紫、ブルー、
黄色とか、はい、カラーリング、これはあの工具をイメージしてます。武器というより、はい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 、彼ブルーカラーなんで、まあ、そういう感じですね。なるほど。でどん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 オープンしていくとここに武器装備が並びます、はい、で次はちょっと BB がいますんで、はい、BB 見てみましょうか。ここで仲良くなるチャンスなんで、はい、ちょっと怪しみましょう、はい、あこれ悪夢あのちょっとうたた寝をしてしまったサムみたいな。あの全然受けてませんけど、あのこういうあの仕掛けがいっぱいありますんで楽しんでください。ちょっともう一回ちゃんとじゃあBB を愛してみましょう。いや小島さん流れが急すぎて受け止められないですよ。はい、はい、怪しいこと。これでこういうことやってると親密度が高まるので仲良くなれます。なんか眠たいですね。もう一回来てみますか。はい、で、BB は嬉しそうにしている。なんとなくドラクレ風。はい、もう一回行きましょうか。はい、おお、なんか反応してます、ね、いい子だ。はい、こんな感じで、かわいい。はい、で次はじゃあ、バックパックが見えてますけど、これカスタマイズできるんですよ実は。はい、そこをやってみましょうか。で、まあ、このままでもいいんですけど、はい、デスストはその武器装備が全部荷物になるので、はい、ここにポーチとかつけるとその分多く運べるんで、ちょっとやってみましょうね、はい、でグレネードポーチ、まあ、これもっと増えます。でちょっとグレネードポーチを、回転させたり、これで自分でレイアウトできます。でこれ1個に15個ぐらい入るので、これで、まあ、自分でレイアウトして、まあ、グレネードポーチばっかりつけるとものすごい数持てます。はい、で他にもバッテリー、これはバッテリーが増えるんで、これも横にしたりとか。結構大きいですね、はい、そうです、ちょっと大きいんで、はい、これあとユーティリティポーチはこれ血液パックが入るので、こればっかりすると血液パックばっかり運べます。で人によってスタイルが変わってくるんで、はい、でこの他にもいっぱい追加されます。で、あとアクセサリーというのがありまして、左にこれは今2つしかオープンしてませんけど、はい、テルテレ坊主、それから風車、うんうん、まあ、いっぱいつけます。でそれぞれ効用があるんですけど、はい、あのいろんな人に会ったりいろんなことするとこれが手に入ります。でテルテレ坊主は今皆さん知らないでしょ。そうですね、あんまなかなかあんま知らないですよね。あの雨が降るぞって遠足に行く前に前の晩にこれをノック下に吊るすと、うん、雨が降らないかもというまじないみたいなものですけど、ありましたね、これをちょっとつけましょう、はい、これをつけると雨が降りにくくなるのでゲイザーに会う機会がちょっと減ります。あ、本当にちゃんとそういった効果もあるんですか。はい、あります。で、ちょっと色も変えてしまいましょうか、はい、これ本当はもっと色増えていきます。今こんだけしかないですけど、まあ、蛍光色とか人気ですけど、まあ、ちょっと赤に、赤にしましょうか、うんうん、はい、赤にして、でちょっと回して見てみると、まあ、なかなかおしゃれな、はい、これで決定です。わあ、面白い。赤で決定をします。すると赤になってます。はい、ね、はい、本当だ、ちゃんと変わりましたね、はい、次はテーブル、テーブル行ってみましょうか。お、はいはいはい、でテーブルもあのフラグによって乗ってるものが変わるんですけど、まあ、今日はこんなもんですね、はい、で右にこれ虫です。ゲーム中で食べてたあのフラジャイルが好きな、これフラジャイルが持ってきてくれてるやつですね。でこれちょっと食べてみましょう。いや見た目が結構、はい、これ食べると鉄分が増えるんですよ。はい、まず一個とサムが食べます。はい、震える。もう一個ぐらいいきましょうか、はい、ちょっと嫌そうな感じ。もう一個
逃げてる、みんな逃げてる、はいはい、あこれ、はいはい、これはあのノーマのアドリブです、はい、で、ではルーデンスサングラスをちょっとかけてみましょうか。すごい、はい、こんな感じですね。かっこいいちょっとメガネ変えてますか、はい、じゃあ、サングラスに当てたたいてますけど、はい、行ってみましょうか、はい、これは JA プレイさんとのコラボのサングラスです、はい、はい、で、あ似合いますね、はい、どうですかね、サムは、あ、いいねしてますね、どうやってくれて、じゃあちょうど帽子かぶりましょうか、ブリッジスの、これあのコジプロブースで売ってますんで、はい、これノーマンがですね帽子が似合うんで、はい、はい、めっちゃかっこいいですね、あいいですね、はい、これねお揃いでかぶれますからね今ね、はい、おい、お、あ、まあまあ、な洗面台言ってますけど、洗面台色変えてから行きましょうか、はい、ね、ちょっとこれ色変えれるんで、ちょっと変えてみましょうか、はい、でちょっと下見てこのブーツは、これレベル1なんでどんどんごっついやつに変わっていきます。これ先ほど色変えたやつですね、で、はい、耐久性とかも上がっていったりとか、そうです、あの壊れにくくなったりとか滑りにくくなったりします、はい、でちょっと押してくださいね、で、ここも今3つぐらいしかないですけど、まあ、色を変えましょう、はい、帽子この色も増えます、 赤にしましょうか、はい、赤で、サングラスは、何色をしますか、あ白にしましょうか、で、普通のレンズにメガネ好きの方のためにこれでこれでいきましょう、はい、お、はい、赤は似合う、似合ってますよね、見たい見たい、はい、あいい、ね、似合ってます、はい、ちょっと洗面所に行って、当然あの CG なんであの全部見れます、すごいすごい、はい、あちゃんと眼鏡になってますね、そうですね、でちょっとじゃあまたなんか出ました、これあすごいゲッツ、これですねノーマンも知ってたんですよ、ゲッツ、そうなんですか、あ本当にこの、はい、ゲッツ、はい、これはいいねはなんぼですかね、結構45も来ましたね、はい、でもまあこんな遊び方、はい、戻りましょうか、はい、ナイスタイミングでシャッター切りましたね、次は後ろのかな、え？こっち、そっち行く、あそっち行きましょう、じゃ あ, あの後ろにじゃあ端末があるんで、はい、これあの手錠端末っていう普段してるやつと、はい、まあまあ、ほぼ同じものが機能があります、ちょっと行ってみましょうか、はい、で、ここでいろんなメニューがあります、でオーダーというのが今プレイヤーがオーダーしているメインミッション、サブミッション、それから他のミッションもありますけど、それのどれを受注してどの段階からか全部分かるやつですね、はい、で、このゲームですね、いろんな人と出会ってつないでいくとメールが来ます、ゲーム中に端末にメールが来て、あのゲーム中で見てもいいですし、このプライベートルームで見てもいいですけども、ちょっと開けてください、ネタバレがあるんで、まあ、3人しかいませんけど、こういう、まあ、感謝のメールとかヒントとか、はいはい、そういうのが来ますんで、あるいはここでメールを受注、あの発注してくる人もいます、なるほどなるほど、この人は時雨農家っていう人なんですけど、はい、ビールを運んでくるやろって運んできたんで、今ビールがテーブルにあります、はい、で他、はい、ですね、であのここの名前の横に星があると思うんですけど、はい、この星マークが多いほど親密度が高い、
なるほど、それが見るんだ。そうですね、上がっていくと関係が良くなっていろんなことができるようになるっていう、はい。でこの下がこうデータアーカイブっていうのが、繋いでいくと各地に断片的に残っていた記録がどんどんここに集積されますんで、これを見ていくとよりデストランディングの世界観が分かってくると。なるほど。ちょっと中見てくださいね。結構濃いんで、いろんなことが書かれてるんで、こういうの好きな人は、はい、ここ見てもらっていいと思います。いや読みたいやつ、用語の解説とかもありますんで、うん、はい、これもものすごい数入ってます。はい。で、続いてブリッジリンクというのはですね、自分と世界中にいる別のサムとつながります。いいねのやり取り、はい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 、でその人たちとの関係が分かる、まあ、モードですね。この人とはこの関係、この人とはこの関係っていう、うんうんうん、でそこを見て、まあ、関係を深めたい人がいればストランド契約っていうのができるんで、フレンドじゃなくてストランド、ストランズ、そうすると、まあ、もうちょっとよくいいことが起こるみたいな。そうなんですね、はい。で次行きましょうか。これはミュージックプレイヤーですね。あ、はい、ちょっと中入ってもらって、ここで曲はどんどん増えていきます。今ローロアの曲とか、これは、まあ、昔 E3 のトレーラーでかけたやつ、はい、あとサイレントポエットさんのこの間かけたやつ、そして星野源さんの、ね、酔っ払うとちょっとやばいことになる、その手前で止めたいと思うんですけど、もう1回いきますか。もう3本目、はい、普段はモンスターなんで大丈夫なんですけど、はい、ちゃんと減るのがすごいですね、はい、これ膀胱にたまるんでね。あ、またああこれもノーマンのアドリブです、はい、でこれ以上飲むと暴れたりするんで、ちょっと今日はやめてますけど普段はモンスターの感があって、まあ、ジュースを飲んで、まあ、回復するみたいな。もうすでにちょっとね行動がいい感じになってましたよね、はい、感じですね、はい、へえ。もうおおいいんですね。ありますよ、ここに。あ、はい、はい、モンスターがここにありますよ、はい、あ、モンスター持つんです、はい、はい、モンスター、はい、一応ね、これもあります。コラボ商品で、ね、こちらの方にあるんですけども、ね、はい、一番最後でね、改めてまたご紹介しようかと思いますけれども、はいはいはい、じゃあ、そろそろ外に出ましょうか。いいんですか。はい、なんか嫌がってるんですけど、嫌がってますけど、え出ま、はい、出ますで服着替えて必ず BB と接続します。すると BB の記憶が逆流します。必ずフラッシュバックが入ってきます。でここでクリフ・マッツさんが出てきます。うわ、これですね、マッツファンの方は、まあ、すごい回数入ると思うんです。はい、毎回フラッシュバックでものすごいマッツが見れるんで。ものすごいマッツ見れるんですか。ストーリー上に重要なものもありますけど、ちょっと大丈夫だよ、いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラッシェグランクリュー、大人になったら一緒に楽しもう。乾杯、リサと君に。いいね。はい、大丈夫ですか。この後に何か起こらないですか。ね、まああそこで。マッツファンの方は楽しんでいただけるような仕掛けがいっぱいありますで、あれが何なのかというのをゲームを解いていくと分かります。あ、そうなんですね、はい、意味がちゃんとあるんですね、まあ、ありますはい、でこれ自分が建てたとこなんでこういう荒れ地にありますで、自分でカスタマイズができるというのをちょっと見せたいと思います。はい、で、建物の強化、これはねレベルを上げれるんですよ。レベル1、2、3とかで、はい、上げる場合はここにいろんな素材を入れるとレベルアップします。でこれは人の、建てたものでも他の人が入れることでレベルアップします、はいはい、でもう一個下ちょっと消えてますけど、これ修復というのは、はい、建てたものも
タイムホールが振るとどんどん溶けていくんですよね、うんうん、で溶けていくのを、修復するっていうコマンドなんで、これほっとくと溶けてしまいます。あら、なんでまあ皆さん心配されてますけど、はい、世界中にいっぱい物が立つんじゃないかというのはあんまりないです、ね、時間とともに。なんでこれを残したいというのがあれば修復を続けないといけないです。はい、そこはね、もう一個、ね、これカスタマイズですね、ちょっとやってみましょうか、はい、で、これも音楽をかけれます。これ、木曜日にお見せしましたけど、はい、はい、であとこういうボイスっていうか音声を。お疲れ様です、はい、お疲れ様、はい、BT がいます、ミュールがいます。これはいろんなキャラクターの声を搭載しておりますので、どんどん増えます、猛烈な数増えます。であとホログラムもありまして、いろんなキャラクターのホログラムが使えるようになって、入れ込むことができると。おお、すごい嬉しい、まあ、まあ最初なんでこんなもんですけど、どれしましょうか、歓迎しましょうか。はい、これを入れると、はい、ごめんなさい、はい、まあ絵は入れて、で、もう一個あったんですけど、はい、もして最後に破棄っていうのがありますよね、はい、これはもうこれちょっとやめましょうというのを破棄できます、で人が建てたやつも破棄できます、失敗して建てたはしご、はい、橋とか、はい、あると邪魔になるじゃないですか、はい、そういうのは破棄していただいていいんですけど、破棄した人の世界の中からなくなります。あ、なるほどなるほど。で他の人とかなくなりません。あ、よかった。まあいますいないと思いますが、悪意を持って変なところに建てた邪魔をしようとしたものを、まあ、これで消すこともできるんで、まあ、皆さんが心配されている、まあ、むちゃくちゃになるんじゃないかというのはないです、うんうん、でもう一つ言うと、はい、快楽通信をつなぎに行くお話なんで、はい、必ず自分がつなぎます、はい、自分より先に設備があることはないです。つないで初めて振り返るとそこに皆さんの装置が見える。でさらに言うとプレイヤー の, プレイスタイルとフラグによって、こちらでプログラムで制御をしてますので、先に例えばか発売から半年後に買ったらもうできへんのちゃうかという心配あると思いますけど、はい、そんなことはないです。なるほどなるほど。普通に遊べるようには調整がされてますので、そこは心配されないと言います、はい、よかった。もう疑問が一気に解消されました、はい、はい、じゃあ、こんな感じですね、はい、おはい、これはもう自分のためのはい、そうです。で、まあ、ね、言ってくれましたね、今ね。なんか言ってきます、はい、行きましょうか。で、歩いて、さっきビールを飲みましたんで、あんまり見せたくないんですけど、まあ、やっぱあれをやれという声が多いんで、ちょっとおしっこをリアルタイムで。人がいる、無理だ。あ、これね、人がいるからできない、当然ですよ。もう昭和の時代じゃないんで、人前とか施設のとこでは当然できません。ちょっと離れて、誰もいない。さっきビール何本、3本 ?3本飲んだんで、結構膀胱があれなので、ちょっとしてみましょう。この辺もうちょっと気を使ってくれるんですね、ちゃんとね。650ミリありますからね、今ね。確かに。おしっこ、でこれ出てる。カメラで見ようとすると、はい、当然見えないですね、はい、上に行ってもカメラ上に上げて、まあ、見えないです、はい、当然ね、はい、でこれも当然武器になりますけど、はい、まあ、こんなもんですか。ちょっと、はい、あ、ダメなんだ、はい、もういいんじゃないですか。で、まあ、なんかキノコが生えました。キノコ生えてますよ。これが世界中の人からも見えますんで、誰がここでおしっこしたかも。でこれにおしっこをかけると本数が増えて大きくなります、はい、でそうしていくと結構いいことが起こるんですけど、はい、でちょっと背中向こうに見えて山ありますよ、雪山、はい、あれかき割りじゃなくてあそこ登れます。あそこが一番過酷で一番おもろいところなんですけど。あ、じゃあもう行ける場所なんですね、はい、この見えてるところは。歩いて、はい、バイクでも行けますけど、はい、ちょっと行きましょうか。で歩いていくとなんか温泉みたいなのが、この間木曜日温泉ありましたけど、湯気が出るね、あそことは違う温泉ですね、これ別の人。お
ちょっと行ってみますけど、はい、で温泉なんでちょっとおしっこすなということでちょっと看板立てますか。おしっこ禁止の看板もあるんで。あ、あるんですか。ありましたね。あ、本当だ。これで、まあ、こんなもん立てなくてもできないんですけどね。温泉ではできないようになっておりますので、はい、そういうなんかウィットに飛んだことをね、はい、やるのもいいですね、はい、で温泉、これクレーター温泉、胃腸回復の湯。はい、胃腸が回復する、疲労も回復しますけど、いい感じだ。で、まあ、津田さんの声で、うんうん、はい、で湯に浸かると、はい、ちょっとあの木曜日の温泉とは違うのが、まあ、BB も喜んでますよね、はい、で、例の歌を今日は津田さんバージョンでお聞かせしたいと思いますけど、はいはい、まあ、前はノーマンの歌でしたけど、ちょっと見てみる、うん、あ、なんか誰かいますよね。なんか誰かいますよ。ママですよ。ちょっとズームで見ましょう。あ、見えないようにやってますんで、見ることはできませんけど、ね、見えないんですか。見えないですね、はい、はい、すごい。で、ここで、コミュニケーションボタンを1回押します。渋いババンババンバン、津田さんのババンババンバンバン、もう一回押して、ババンババンバンバン、なんか愛の手を言ってくれる。もう一回、ババンババンバンバン、もう一回、いい湯だな、はい、もう一回、いい湯だな、はい、ママが愛の手をくれて、いっぱいいいねもらいました。あの津田さんバージョンのババンババババがいい湯だなですね、はい、すごい。ということでこんな感じです。今日はありがとうございました。なんかこう